日田高校の出身で数学検定の生みの親として知られる高田俊義さんの講演会が開かれました。日田高校は理数系の教育に力を入れる文部科学省の事業スーパーサイエンスハイスクールに2011年から指定を受けていて、そのカリキュラムの一環です。高田さんは数学検定を開発するまでの過程について話したほか、関数などを用いてデザインを書く方法などを生徒320人に伝えました。雪の影響で生徒はオンラインでの参加となりました。